早稲田大学キャプテン中川拓也選手、春夏連覇を達成した大阪桐蔭高校、 U18 でキャプテンを務めた世代屈指のリーダー。大学入学後すぐにレギュラーをつかみ、3年秋のリーグ戦でベストナインに輝いた。高校の同級生4人がプロ入りする中、プロ志望届を出さず早稲田大学への進学を決めた中川。その時感じた思いを振り返ってくれた。まあ正直なところ、やっぱりこう喜び半分悔しさ半分みたいなところは、今になってはやっぱりこうなんでだろうなっていう、素直に喜んで自分も頑張ったらいいのにっていうふうに思えるんですけど、まあその時は本当にこう悔しさもあ、なんていうの、すごくあったので、まあそれがこう今の原動力というかエネルギーにもなってるんで。複雑な思いを力に成長した中川は自ら志願しキャプテンに。しかしそこにはある難しさがあった。まあ高校までのチーム作りとやっぱり大学までのチーム作りっていうのは違うので、高校とかだと、まあ、その野球でこうこの先も野球で行くんだっていうやつの集まりだったんで、まあちょっと強く言ったところで、まあ別にっていう感じだったんですけど、まあ、大学はそうじゃなくていろんな人がいて、まあ上で野球をする選手もいれば、ここで終わりっていうか、ここで選手をして、野球生活を終える選手もいれば、裏方に回って学生コーチだったりトレーナーとして、活動している選手もいて、こうそれぞれの、まあ個性というか、まあ、思いが、違うので、チーム作りっていうのは難しいんだなっていうふうには感じているんで。チーム作りへの戸惑いに比例するかのように調子も上がらない。自分のその弱い姿っていうのは、まあ、まず見せないですね。まあ、それがこう春は裏目に出るというか、見る人から顔くらいは大丈夫っていう言葉がかけられるぐらい、多分こう相当多分顔死んでたと思うんですけど。そんな中声をかけてくれたのは、高校時代から切磋琢磨してきた副キャプテンの蛭間。だからもう自分のプレーだけに集中してって言われて、他はまあ副キャプテンの俺らでなんとかするからって言われて、まあそれでこうスッって気持ちが楽になって、まあそこからヒットが続いたりなんかして、まあ、一番大事なところにもなると思うんですけど、やっぱり仲間を信じるっていうか、今までは一人でこうどうにかしないとどうにかしないとっていうことでこうやってたんですけど、自分一人で野球をやらないっていうところが一番こう変わったところかなっていうことはあります。仲間を信じ強い気持ちで逆襲の秋へ。まあ本当にこう常々、学生コーチなり自分が口にしてることは、まあ、春は5位のチームだよという悔しさを持ってやらないと同じ結果になるよっていうことをもうずっと葉っぱかけ続けてやってきてるので、まあ、そこは本当にこう悔しさを持って、やれてると思うし、去年1級で、優勝を逃して、一昨年1級で優勝を経験してるんで、まあ、本当にこうどのチームよりも一球へのこだわりというか優勝への執念は、強いと思うんで、最後はこう気持ちいいというか執念で優勝をこう掴み取りたいなっていうふうには思ってます。